皆さんこんにちは、中田織樹です。よろしくお願いします。あのね、土俵もだいぶできてきて、でまあ送れるようになったんですよね。でもその送ったはいいけれども、だって体育館の倉庫に高菜の持ち腐りになるようなことってすげえ困るよね、うん、ぜひくださいっていうところには送りましょうよ、うんうん、ずっと使ってくれたらありがたいけどね。今自分は俺が考えてるトレーニング器具みたいなのちょっと今作ってる最中なんだけど、まあ、自分のまあ師匠大先輩、はい、大鵬親方で、まあまあ何回かあの食事をさせてもらったりしてたあの張本さんで、あとカールゴッチ、はい、カールゴッチって何にも持たないトレーニングをこう水準、もうバーベル持ったら筋肉が硬くなるって。大鵬親方もバーベル持ったらすっごい怒るわけよ。バーベル持たせたら相撲弱くなるんだよとか言って、なのお前仕事鉄砲だけしてりゃ強くなんだよとか言って、黙っとけよほらって言って、で張本さんなんかでも持ったら筋肉が硬くなる、野球の体じゃなくなるとかで、カールゴッチが筋力トレーニングしないで綱をずっと引っ張ったり登ったり降りたりする練習とか、スクワット何百回やるとか、今の子なんかはちゃんと理由付けして、うん、こうなるからこういうふうに強くなるんだよってことをちゃんと理由付けしないとね、腰下ろせとかね、今の親方は腰下ろせ、腰下ろすんだよとか言って言っても、腰の下ろし方をどうやって下ろしていいかとかいうのもわからないし、自分なんかでももう頭で行って下から行くっていう、下から行くことが、下から行こうと思って相手の手がバンと当たったりしたらもう痛いわけよ、すごい。それをこう痛いのをどういうふうに痛くなくするかとか、うん、そういうことも考えるわけじゃない。下からこう脇を締めていけって言うと、相手が脇締めたら無理やり入れていったらそのまま手折れちゃうからね、うん、手折れたら、まあ、痛いじゃない、折れたら痛いしさ、もう腰を下ろせって言っても下ろし方もあるわけだし、そういうことを一から教えていかないと相撲っていうのは強くならないよっていうことを。ビニールに水を入れてこう持つトレーニングとかあるのよ。これでこう体幹を鍛えるってトレーニングあるんだけど、それでもやっぱりこう持つ時に力入れるわけだから、力を入れるっていうこと自体がスピードがなくなるってことだから、力を入れないでできる方法ないかなと思って、そういう風なトレーニングを今作ってるわけ。トレーニング器具ってことですか。器具だね、うん、器具を作って、それをこうどういう風にこうやったら強くなるかっていうことをちょっと考えてんだけど、本当に相撲を強くなりたいっていう人が、もし器具ができたとした時に、まあ、説明書は、まあ、なくてもいいじゃん、うん、俺がではこういうふうなトレーニングしたらいいっていうことを YouTube でこう出しながら教えるっていうかな、うん、そういうふうな形にしたら、本当に指導者もそうだし相撲をしたいなっていう子が、その器具をくださいって言ったら、今この収益で作ったやつをそのまま全部強くなりたいっていう子にやらしていったら面白いかな。であとそういう器具を送ってくれって言ったやつを、まあ、本当に強くなりたいという子はちゃんと一筆書いて送ってくれたら、それはタダであげようよ、うん、まあ、着払いでもいいの、まあ、着払いぐらいの金はあるだろうから向こうもね、うん、でそれを送ってあげようよ、うん、まず本当に相撲強くなりたいっていう子とか、あといろんなことに応用ができて、うん、野球上手くなりたいとかサッカー上手くなりたいっていう子にもできるような、うん、そういう器具ちょっと俺今頭の中入ってて、今作りかけてってるから、それを作った時点でみんなに寄付しようよ、うん、そっちの方が先かなと思って。それから土俵も作るで、それがさ、俺の作ったやつがさすっごい良くてさ、うん、プロの相撲取りが欲しいとか言ってみんなやったら笑うよね、それが主流になったりしてね日々
スポーツって進化するからね、うんうん、だからそれに合った練習法を、まあ、昨日正しかったことが今日正しくなかったりするから、そういうふうなトレーニング方法をちょっと見つけたいな、見つけたいし、それを強くしたいなとかね、うん、プロはでもお金取った方がいいですね、ちゃんと。プロはいや、もう最初俺の金あるうちはタダでやろうよ金なくなってもうどうしようもなかったら何ぼか取ろうか、はい、いや学生たちはタダでいいと思いますけど、うん、あのプロをやってる人はもうちゃんとお金もらった方がいいじゃないですか。もらった方がいい。オッケーオッケー。じゃあそしっかりしてるねお前ね。え、まあ、いっぱいだから、はい、これ見てくれてさ収益が上がればいいけど、見てくれなかったら収益上がんないからね、うん、あ、だからもうタダで上げれるようにしようよ。はい、土俵もある程度作ったから、うん、YouTube でじゃあ今回応募してだ欲しいっていうとこだけ渡せばいいじゃん、うん、ちなみに土俵は今どのぐらいまでできてるんですか。もう半分ぐらいはできてるね。あとはだからチェックして OK ができて、うん、ちょっと滑るからちょっと滑んなくてくれとは言ってんだけど、うん、まあある程度もうここ何ヶ月間の間にはできるね。なるほど、うん、高野花がさ毎日当たる練習ばっかりしてる、うん、秋野島さんっていうのはそういう練習ばっかりしてるから、今じゃあ王鵬何がダメなのって言ったらもうそこしかない。朝シュールの甥っ子なんかには絶対負けない自信はあるよ。負けさすかよこの野郎、こんな奴らにと思うけど。